のぞみ橋は、岐阜県かに郡三み町と、同県かもぐんや町との間の基礎側に架かる橋で、ある。新丸山ダムの建設工事車両用の橋として、小笠原橋,橋に隣接して開設された。完成当初は工事関係者以外の人、車両の通行は禁止されていたが、現在は歩行者専用となった小笠原橋に代わって、車両はのぞみ橋を通行することとなっている。 新丸山ダムの建設工事で、従来ある小笠原橋は吊り橋であり、重量制限6.0トンのため大型の建設工事車両は通行不可能となってしまう。そこで小笠原橋に隣接し建設工事車両用の橋を架けることとなる。構造は単部分理系上路式 PC 釣り昇板橋といい、釣り橋の釣り床板橋の一種である。 新丸山ダム建設工事車両用の仮設の橋であり、新丸山ダムの工事終了後は撤去される予定である。このため、当初より解体性やリサイクル性も考慮されて、設計、建設されている。平成15年度の土木学会、田中賞を受賞。田中賞受賞を知らせる刑事当初の名称は、第二章は沢橋、新小は沢橋が予定されていたが、 ダム完成後の基礎川下流域の安全を望むという願いとダム工事が早く進捗するように東海道山陽新幹線の望みをイメージして望み橋と名付けられた ABC 京2003から 2004P19 土木学会田中省土木学会ありがとうございます